どうもなおちんです。今日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあようやくねここまで来ちゃいましたね。レベルがまあ信長だけだけど47です。で50まで上がりそうなのよ。なんとか上がりそうで、レベルを上げるのはまあ普通にプレイしてるとまあ難しいのよね。難しい。信長ねレベル10ぐらい道場で上げました。普通にねプレイしてると、光秀は普通にプレイしてるだけなのよ。35、しかもかなり使ってて35だから、マックスの50まで上げるのはかなり苦労すると思うよ。なのでこの道場はレベルをね最大まで上げていった方がいいと思います。やっぱり武将のレベルが上がったり、あとはね武器熟練度か、武器の熟練度が上がるとまあ強くなるし使いやすくなるので、絶対道場からマックスにした方がいいです。で4から5まで上げるのがね、木材が520個、もうとんでもない量なのよ。1時間ぐらいかかったかな、集めるのに。かなりかかった。はい、レベル5にします。よし来た。で武将強化で経験値が足りるかどうかだよね。わーギリギリか。わーいけたいけた。めちゃくちゃギリギリだった。はい、信長様レベル50達成です。あ、ちなみに武器はもうすでに S になってるんだよね。これ経験値はかなり厳しいと思うな。あー、全キャラ50にするのはだいぶ時間がかかると思う。まあおそらくね、どっか経験値稼ぎがしやすい場所っていうのはあるのよ。なのでそこは今後探していこうと思います。でこの素材か資材か、資材の集め方はまあとにかく難易度が難しいところをやるっていうのが、一番いいです。まあ道場は木材が必要だったので、木材がいっぱい手に入るここだね。最低16個、まあ S ランク取れば40個以上1回で入手できるので、まあ効率は悪くないところだね。まあ俺まだ全クリしてないんだけども、全クリなしでここぐらいまで出てるので、おそらくまだ出るね。星マックスのところまで出ると思うので、まあ後々にやってもいいと思います。俺はすぐにレベルマックスにしたかったんでこれでいってます。で難易度は優しいでいった方がいい。優しいでもう高速周回した方が一番効率がいいかと思います。まあとにかくどれぐらい強くなったのか見てみましょう。では行きましょう。やっぱねこのレベルが上がってくると強さが本当変わるから楽しいね。レベルが上がるのは本当に嬉しい。 OK。ただこのレベル上げがどこでやるんだろうね。まだ今のところ探しきれてない。このミニゲームじゃなくって、おそらく通常のストーリーで美味しいところがあると思うんだよな。このミニゲームはそんなに美味しくないのよ。そんなに美味しくないので、あっちの方で、まあ見つけなきゃいけない。まあまずはね、信長組と、光秀組で全クリを目指してやっていくとからだね。はい、出てきて。ああ、もうすでに倒しちゃった。クエストを切る前にやっちゃったか。あ、でもいいのか？今日はちょっと張り切りすぎちゃった。攻撃力が上がったね。レベル3だけども、3しか上がってないけども、まあ、攻撃力はなんかゴリゴリ上がってる気がする。結構倒すのが早いな。ネームドもあのぐらいで倒せてればいいかな。え、敵もう出てこないの？しゃあ、なんか神速がさ、
なんかもうちょっと早ければいいかなと思ってたけど、レベルが上がって熟練とかこの技を武器につけたりするとだいぶ良くなるね。ああ、もう最初からこの状態でやりたかった。最初は結構心配だったのよね。あれってあれこれなんかぬるぬるしないぞみたいに思ってたけども、全然後になってくると解消されたね。ああよかった。はい、どこ？あっちか。もう残さないよ。あ、待って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 。しゃ、なんだ次は。あー、わかった。なかなか嫌なクエストだけどもやっていけるか。いけ。敵に情けはかけぬ。どこいる？突き落ておれるな。しゃ、倒した。ああ、倒した。攻撃力すげえな。諦める。あ、あそこのところに行けばいけるんじゃない？あと60匹結構多いぞ。あと30秒で60匹結構きつい。諦める。よし、ここもいけ。お、いけた、いけたね。このクエストクリアしないと、まあ S ランク難しいもんね。しゃい。基本まだ信長様しかあんまり使ってないけど、まあちょっと強いキャラも探しつつやりたい。光秀強いね。信長と光秀だったら、そうね、光秀の方が俺は好きかな。うん、とあとね、半兵衛強かった。あれはね、おそらくかなりの火力を出すことができるキャラじゃないかな。レベル全然低いのよ。まだ10ちょっとのレベルだけども、なんだろう、信長に負けないぐらいの火力を出せたんで、まあ、負けないって言ってもちょっと言い過ぎかな。でもかなりの火力出せるんで、あれレベル上がってしまえば相当強いと思う。うん、まあまあそのキャラ一つ一つのね、攻略なんかもやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。まあこの無双はね、本当に楽しみにしてた。終わりだ。終わらないか。あ、いや、いけるか。いけるいける。無双のね、攻撃力アップも武器につけていきたいよね。まあまだ難易度地獄じゃないんで、いい武器はそんなに出てません。まだまだ強くなるよ。まだ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 強くなれるから、頑張っていこう。勝つべくして勝ったまでよ。3つとも成功だね。おそらく、おわー、 A ランクA ランクだった。 S じゃなかったか。 S だったらば、ね、45とかそれぐらい木材もらえてたんで、まあまあいいんじゃないですか。はーい、まあレベルはまあ上がりませんわな。はい、戻ってきました。この居城エリアで1、2、3、4、4つか、4つレベル上げができるんだよね、この施設が。で、そのレベル上げなんだけども、まずは道場。うん、これレベルと武器の熟練を上げることができるので、まずはここ上げた方がいいと思います。で、そして次に鍛冶屋。鍛冶屋がスキルのレベルを上げることができるので、次は鍛冶屋じゃないかな。まあ上から順番に上げていったらいいと思う。道場、鍛冶屋、よろずや、馬屋か。うん、この順で上げれば間違いないと思います。まあ、とりあえず俺は20時間ぐらいかな、でレベル50まで達成することができました。一キャラだけどね。まあ、今後ね、全キャラレベル50目指してやっていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。